誰がやるんだその質問と思った。うん、僕は結構悩んじゃうことなんですけど、どうしてもチューバーなんで余計だと思うんですけど、サンペテにいろいろやれるっていうのもあって、はいはいはい、そうするとまあチューバーの人がやりたい、つまり面白いですね、もう音楽の話か人間関係の話に変わってきてる。あ、まあまあそれも少しあるかもしれない。それがそれなんです、自己否定の始まりって結構音楽から離れるところなんですね。まあいいよ、続けるのか。結構だ、チューバーの人がやりたいプレーがあったり、出したい音っていうのと、ラッパがこう吹いてほしいっていうのは割と違う。そうですね、という時に非常にストレスを感じたりするんだけど、はい、やっぱり合わせないと音楽にならない場面もあったりして、そういうところをどうしてたらいいのかな。アンサンブルで表現したい音楽とソロプレイヤーとして表現したい音楽があります、うん、アンサンブルをしている時にどっちを自分はより強く望んでいるか。どっちも自分の望みと思う。どっちも自分の望み、でも状況によりどっちの方が上位の望みかっていうのが、なんていうか、そのじゃあいやいや合わせてるっていう考え方よりもどちらも自分の望みで選択してるっていう。でもトランペットに言ってくることに納得できない場合はアンサンブル解散違ったと組む、うん、つまりそれはアンサンブルとして望んでる音楽で同意できないわけだから、そういう時は話し合うか解散して意見が合う人と組むか、もしくは自分の望んでる音楽とは違うけどそのアンサンブルを続けることの方が上位の望みだったら、自分の望んでない音楽をアンサンブルとしてやっても葛藤にはならない。だからどれが自分の望みとしての優先順位がどこかに、その人たちとアンサンブルすることが最上位なら、もう自分の音楽は我慢しまくってもあまりストレスになります。近いと迷いますよ。でも、自分の望んでるアンサンブルすることが優先ならもうとっととやめますで、自分のソロの音楽を表現することが最優先ならアンサンブルに割く時間を削ってソロ演奏する機会とか時間を増やしていくことになります。納得ですか。葛藤があるのは多分そこをクリアにしてないから葛藤するんだろうなというのは感じます。葛藤っていうのは2つ欲しいものがあった時に葛藤しますよね。でも両方高いレベルで満たすってこともできるかもしれない。話し合うということ、あるいはアンサンブルのレッスンをつけてもらうということで、間接的にトランペットの人の視野を広げるっていう、こう手を打つこともできるかもしれない。とか、先生にあらかじめ裏で振り解いて、トランペットの人を叩き止めしてください。やりようはなんと